皆様お待たせいたしました。これより明日1月28日後楽園ホールで開催されますRIZE164の公開計量を行います。またこの計量の模様はアベマでライブ配信を行っています。配信をご覧の皆様もどうぞ最後までお付き合いください。進行は小出明が務めさせていただきます。さあそれでは早速ですが第一試合の計量から行ってまいります。まずは第一試合バンタム級 55kg 契約3分3ラウンドの試合になります。青コーナーから竹内涼真選手お願いいたします。バンタム級 55kg 3分3ラウンドの一戦です。まず青コーナー竹内涼真選手です。54.75 計量クリアです。続いて赤コーナー若原翼選手お願いいたします。若原選手 54.90 クリアです。 54.90 若原選手計量クリアです。では両選手前の方にお願いいたします。明日の第一試合バンタム級3分3ラウンドの一戦です。竹内涼真選手対若原翼選手の一戦、両選手ともにライズ初参戦となります。ありがとうございました。続いて第2試合です。フェザー級 57.5kg の一戦3分3ラウンドで行われます。まずは青コーナーから白鳥光輝選手お願いいたします。白鳥選手 57.35 クリアです。白鳥選手 57.35 で計量クリアです。続いて野村優斗選手お願いいたします。野村選手 57.25 クリアです。野村選手 57.25 で計量クリアです。白鳥光輝選手対野村優斗選手の一戦、第2試合です。フェザー級3分3ラウンド、両選手ともにライズ初参戦。どういった戦いになるのか。白鳥選手はここまで3勝1敗 3KO、 野村選手は4戦4勝 4KO という戦績です。さあ続いて第3試合です。87kg 契約3分3ラウンドの一戦、まずは青コーナーアティフェロージム選手お願いいたします。アティ選手 85.85 クリアです。アティ選手 85.85 で計量クリアです。続いて赤コーナーです。滝上翔太選手お願いいたします。滝上選手 86.20 クリアです。滝上選手は 86.20 で計量クリアです。 87kg 契約の一戦、3分3ラウンド、ライズのヘビー級ということになります。両選手ともにライズ初参戦です。滝上翔太選手対アティ選手の一戦、どんなパワフルな展開になるのでしょうか。ありがとうございました。さあ続いて第4試合です。
フェザー級 57.5kg 3分3ラウンドの一戦です。まずは青コーナー、靴は正光選手お願いいたします。靴は選手 57.35 クリアです。靴は選手 57.35 計量クリアです。続いて赤コーナーから竹内健一選手お願いいたします。竹内健一選手 57.30 クリアです。竹内健一選手 57.30 計量クリアです。明日の第4試合です。フェザー級3分3ラウンド、靴は正光選手対竹内健一選手の一戦です。靴は選手はライズ2戦目初勝利なるか、そして竹内選手は実にライズおよそ8年ぶりの参戦ということになります。続いて第5試合に参ります。スーパーフェザー級 60kg 3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。まずは青コーナーから藤井茂樹選手計量お願いいたします。藤井選手 59.95 クリアです。藤井選手 59.95 で計量クリアです。続いて赤コーナーから聖堂選手お願いいたします。聖堂選手 60キロジャストクリアです。60キロジャストで計量クリアです。スーパーフェザー級60kg 3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。藤井茂樹選手対聖堂選手の一戦、ライズのランカー同士の戦い、これからさらに上を目指していくという2人の一戦です。ありがとうございました。続いて第6試合、ミドル級 70kg 3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、まず青コーナーからジャッキー雅也選手お願いいたします。はい、ジャッキー選手 69.50 クリアです。ジャキ選手 69.50 計量クリアです。続いて赤コーナー、宮城博勝選手お願いいたします。宮城選手 69.60 クリアです。 69.60 宮城選手も計量クリアです。第6試合ミドル級3分3ラウンド延長1ラウンドが設けられています。ジャッキー雅也選手対宮城博勝選手の一戦です。戦績ともに申し分なしの2人、熱い戦いが繰り広げられそうです。ありがとうございました。残すところあと3試合です。続いて第7試合、53kg 契約になります。3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、まずは青コーナーからクンスクノーイブームテックシーン選手計量お願いいたします。はい、クンスクノーイ選手 52.35 クリアです。 52.35 クンスクノーイ選手計量クリアです。続いて赤コーナーです。田丸時選手お願いいたします。
田丸選手 52.95 クリアです。田丸選手 52.95 で計量クリアです。スーパーファイト 53kg 契約の一戦です。クンスクノーイブームテックシーン選手対田丸トキ選手の一戦。タイ出身のクンスクノーイ選手、海外の選手とは初対戦という田丸トキ選手。先日フライ級ではライズで2個目のベルトを獲得しました田丸選手。今回は53キロでの試合になります。両選手ありがとうございました。続いて明日の第8試合です。スーパーファイト、スーパーフライ級 53kg、 3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦です。まずは青コーナーからバンコーンブームテックシーン選手お願いいたします。ムアンコーン選手 52.75 クリアです。ムアンコーン選手は 52.75 で計量クリアです。続いて大崎和樹選手、赤コーナーお願いいたします。はい、大崎選手 52.90 クリアです。大崎選手は 52.90 計量クリアです。明日の第8試合です。スーパーファイト、スーパーフライ級 53kg、 3分3ラウンド延長1ラウンドの一戦、バンコーン選手対大崎和樹選手の一戦です。大崎選手は現在15連勝中、およそ4年間負けなし。コロナがだいぶ収まってきまして、海外の選手もこのようにライズの舞台で活躍するようになりました。ムアンコーン選手、実に80勝34敗6分け、素晴らしい成績を持っています。さあ、こちらがメインになりますタイトルマッチです。スーパーフェザー級 60kg、 タイトルマッチ3分5ラウンド無制限延長ラウンドの一戦。まずは青コーナー、日立ヒューマ選手お願いいたします。日立選手60キロジャストです。クリアです。日立選手は60キロジャスト、計量クリアです。続いてチャンピオン、赤コーナーからチャンキョンリー選手お願いいたします。はい、チャンキョンリー選手 59.95 クリアです。チャンキョンリー選手は 59.95 計量クリアです。ライズ今年の一発目、メインイベントを飾る2人の戦い。第9試合ライズスーパーフェザー級タイトルマッチ、3分5ラウンド無制限延長ラウンドの一戦になります。挑戦者日立ヒューマ対王者チャンキョンリー。アニバーサリーにふさわしいこの新年一発目から素晴らしい戦いが繰り広げられそうです。両者ともに計量クリアしています。どちらの選手も視線は一度も外しませんでした。以上をもちまして公開計量を終了いたします。この後出場選手の記者会見が行われます。選手の準備がありますので、会見開始まで今しばらくお待ちください。皆様大変お待たせいたしました。それではこれより明日行われますライズ
164前日記者会見を行います。まずは第一部記者会見に登壇している選手から明日の試合への意気込みを伺いたいと思います。それでは第一試合バンタム級3分3ラウンドの一戦、青コーナーの竹内涼真選手からお願いいたします。新宿レフティージムの竹内涼真です。明日の意気込みなんですけど、まあ、前回負けてるんで明日はしっかり今年一発目なんで KO で勝って、いい波乗れるように勝っていきます。お願いします。その竹内選手の対戦相手となります若原選手、お願いいたします。チームてっぺんの若原翼です。はじめまして。ちょっと竹内選手にちょっと一つ質問なんですけど、計量の時にふくらはぎと足に湿布を貼ってたと思うんですけど、はい、まさか痛めてたりします？あ、違います。あれ疲れてるんで、足むくんでるんで、むくみ対策みたいな感じでやってるんで、全然怪我とかじゃないんで大丈夫です。はい、ちょっと残念なんですけど、明日は自分たち、まあ、ライズ初出場で一発目第一試合なんで、いい試合しましょう。お願いします。質疑応答の前からこのように掛け合いというのがね、始まっています。さあ、続いて第二試合参りましょう。フェザー級の一戦です。まずは白鳥光輝選手からお願いいたします。大聖堂会館カシェルの白鳥光輝です。明日ライズデビューということで、2試合目で派手に勝って会場を盛り上げます。おっす。続いて対戦相手野村優斗選手は高校3年生です。おっす。埼玉県立泉高校2年6組から来ました野村優斗です。そうですね、明日はいつも KO で勝ってるので、また明日もバチッと KO して面白い試合をしたいと思います。おっす。続いて第3試合になります。87kg 契約、先ほど計量を終えました。まずはアティ選手からお願いいたします。こんにちは、アティフェロリムです。ดีใจรู้สึกดีใจครับที่ได้มาต่อยรายการไลฟ์สื่อครับเป็นครั้งแรกครับก็รู้สึกดีใจและภูมิใจแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับマイクが入っていないので、アティ選手のを使っていただいてもよろしい？はい、こんにちは、アティ・フェロリムです。今回ライスで試合できてとっても嬉しいです。今回ライスを出させてくれる会長方、自分のこう応援してくれる方、人たちを感謝しています。明日の試合はとっても緊張しています。でもいい試合します。応援お願いします。さあ、続いて対戦相手竹上選手、お願いいたします。おっす。聖空海岸高砂道場、竹上翔太です。明日ライズ初参戦、しっかりかまして KO 勝ちします。おっす。お聞きいただいたように、6選手すべての選手がライズ初参戦となります。それではここから質疑応答に移りたいと思います。ご質問がある方は媒体名とお名前をおっしゃっていただいて質問お願いします。布施さん、お願いします。スポーツライターの布施と言いますけども、登壇されている6選手に質問です。明日対戦する対戦相手の印象と、明かせる範囲内で構わないので、明日どんな勝ち方をしたいかというのを教えていただけますか？それでは、全員ということで今の順番でどんどんいきたいと思います。まずは竹内選手から。はい。明日の選手なんですけど、相手、身長が結構高いんで、自分との結構リーチの差があると思うんで、中に入って崩していこうかなっていう感じです。若原選手、お願いいたします。はい。それこそふくらはぎに湿布張ってたんで、カーフ蹴りまくろうかなと思ってたんですけど、全然そういう感じではないということで、明日はちょっとパッと見た感じ、ハイキック入りそうなんで、思いっきりハイキックぶちかましようかなと思います。第2試合、白鳥選手、お願いします。
おっす、相手は手足長くて身長高くてんで勢いがあるんで、で全試合 KO なんで、逆に僕がシャパンチでぶっ倒して、勢い殺してやろうかな思ってます。おっす。野村選手お願いします。相手の印象はすごい、攻撃力があって試合を組み立てられる選手だなって思います。明日は、まあ、僕もパンチでガチッと KO をしたいと思います。オース。さあ続いて第3試合、アーティ選手からお願いします。お願いします。コータスが便ที่สูงนะครับแล้วก็เก่งครับผมแต่ทุกแต่ผมมองว่าเขาก็มีจุดอ่อนเหมือนกันครับผมมีดีมาสู้ครับผมขอบคุณครับはい、対戦相手は身長高い相手と見てます。まあでも必ず弱点があるので、その弱点に僕は対策してきました。明日は必ず勝ちます。竹谷選手お願いします。おっす。ムエタイの実力者らしいんですけど、まあ、僕も足技得意なんでしっかり蹴り勝とうかなと思ってます。よろしいでしょうか。ありがとうございます。その他ご質問はありますでしょうか。それでは明日に向けて各選手からファンの皆さんへメッセージをお願いしたいと思います。まあ、意気込みも含めてという形で改めてお願いしたいと思います。それでは竹内選手からお願いします。明日は今年一発目なんでしっかり KO でぶっ倒します。以上です。若田選手。今年てっぺんジムからもう初めての初の自分が一番最初なんで、自分が勝ってそうですね、てっぺんジムにもつなげられるように頑張りたいと思います。白鳥選手お願いします。おっす。明日は明日は一発目ライズ、今年一発目なんで、ね、自分もデビューというこれからもう山田先生いないんで僕が盛り上げるんで、一番派手な試合します。おっす。野村選手お願いします。明日はまあ、メインイベントより印象残るような試合をしたいです。オース。アディ選手お願いします。ครับพรุ่งนี้ก็จะต่อยให้สนุกครับแล้วก็หวังว่าจะได้กลับมาชกที่นี่อีกครั้งครับแล้วก็หวังว่าจะมีโอกาสได้ชิงแชมป์ที่รายการไลฟ์สื่อครับขอบคุณครับはい、明日はとりあえず勝ちます。いい試合、面白いをします。そしてチャンスがあればライスのベルトも欲しいです。またライスで試合できるように勝ちます。はい、ありがとうございます。それでは最後に竹上選手お願いします。おっす。まあ、ライス初参戦なんですけど、この試合は通過点だと思ってるんで、しっかり KO で勝って、まあ、判定でも完封勝ちでしっかり収めたいと思います。おっす。ライズ初参戦という6選手です。どうもありがとうございました。以上で第1部の記者会見を終了いたします。続いて第2部の記者会見を取り行いますので、開始まで今しばらくお待ちください。それではこれよりライズ164前日記者会見、続いて第2部の記者会見に移りたいと思います。それでは登壇している選手の皆さんから明日の試合に向けての意気込みを伺いたいと思います。まずは第4試合フェザー級の一戦です。くつわ選手からお願いいたします。オース、TBF 所属のくつわ正光です。ライズは去年の11月に、まあ、参戦させてもらって、まあ、痛い目見てちょっと、はい、こけちゃったんで、まあ、ここがほんまに初参戦という気持ちで僕もおるんで、まあ、ほんまにここで第一章、僕の靴山さみつの第一章を始めれるようにかますんで、はい、見といてください。お願いします。ありがとうございます。対戦相手竹内健一選手お願いします。
テンクロワージムの竹内健一です。そうですね、僕も久しぶりの、まあ、ライズっていうか本当は明日初参戦のつもりで、自分を見せたいと思ってます。よろしくお願いします。続いて第5試合です。スーパーフェザー級の一戦です。藤井茂樹選手からお願いします。はい、チームプラスワンの藤井です。明日は、まあ、通過点だと思ってます。再起戦なんですけど、これこけたらもうやばいかなって思って自分でも思ってるんでしっかり勝ちたいと思います。それでは瀬戸選手お願いします。はい、ララ東京所属、埼玉のドンキーコンクこと瀬戸です。なんだろう、まあ、38になるんですけど、38になってやっぱ決めたことがあって、やはり、38になってくると落ちてくると思うんですけど、やっぱチャンピオンを目指してやってるので、あと藤井君、あとツイッターに僕の鼻がなんか曲がってすごい心配してくれてやってるけど、明日、僕がお前俺みたいな鼻にして変えてやるから、まあ、病院にしっかり行くように、病院行くようにしようと思ってます。ありがとうございます。続いて第6試合のミドル級の一戦です。ジャキ選手からお願いします。ジャキです。宮城君、グローブどうする？ツイッターでも言うてるねんけど無視されてるから、オープンフィンガーの盛り上がんで。宮城選手お願いします。はい、こんにちは。沖縄から来た、琉球ライジュ宮城です。またライズ、新年最初の一発目で呼んでいただきありがとうございます。去年からライズでの連敗が続き、なかなか結果が出ない状況ですけど、明日はもう死に物狂いで勝利を取りたいと思ってます。ジャキ選手から、そうですね、オープンフィンガーでの試合ラブコールがあるんですけど、自分はチャンピオン目指してますし、明日しっかり、倒し、踏み台にし次のステージに上がりたいと思います。応援よろしくお願いします。はい、僕はどっちでもできるんで、喧嘩でもキックでもボクシングでもできるんで、明日バチバチいきます。何でも待っていますというジャキ選手、ありがとうございます。さあ、それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問があればお願いいたします。では布施さんお願いします。スポーツライターの布施と言いますけれども、ご登壇されている6選手に質問です。明日対戦する対戦相手の印象とどんな勝ち方を したいかというのを教えていただけますか。よろしくお願いいたします。印象、さらにはどんな勝ち方かというところまでも、イメージのあたりを伺いたいと思います。それでは靴羽選手お願いします。相手の印象はそうですね、まあ、手足長くて、まあ、リーチ長いかなと思うんですけど、まあ、キックだけですかね、見てたら。キックはうまいなと思うんですけど、パンチ全然ないんで、まあ、打ち合ったら全然負けないんで、はい、そこですかね。だから、まあ、ミドル距離だけ注意して、パンチの距離なら絶対僕勝つんで、まあ、チャンピオン、他団体チャンピオンやってるんやったら、打ち合いぐらいちょっとしてほしいな思うんで、盛り上げるためにも、しっかり打ち合ってほしいな思います。というような形ですが、竹内選手いかがでしょうか。はい、靴は選手の試合はあんまりそんな見てないんですけど、僕は強い選手だと思ってます。まあ、なんかパンチできないとか言われてるんですけど、じゃあ打ち合いましょうかっていう感じです。はい、まあ、勝ち方はそんな決めてないんですけど、まあ、自分の戦い方貫いて、まあ、パンチで打っちゃってもいいかなって思ってます。リングでの表現を楽しみにしています。第5試合、藤井選手お願いします。はい、印象ですよね、まあ、さっき言ってもらったんですけど、ツイッターでも言ったんですけど、まあ、花ですよね、花、お花、歴戦のお花をしてるなっていうイメージと、あとはまあ、プロフィール172センチって書いてあったんで、でかいなと思ってたんですけど、ちっちゃくて、どちらかといえばドンキーコングより DD コングかなって思ってるんで、まあ明日はお花しっかり直してあげて、
ありがとうって言わせてもら言わせたいと思ってます。以上です。どうぞ。あの鼻めちゃくちゃいじられるんですけど、鼻100万回ぐらいいじられてるんで、もうどうなんか大体いつもこっちから曲げてやるって大体みんな左フックでこっちに曲がっていっちゃうんで、まあ、右ストレートフック右ストレートって思ってまっすぐしてもらいたいなと思いますね。まあ、鼻通り悪いんでめちゃくちゃ逆にまっすぐしてくれたらそれはそれで感謝です。でも試合は俺が勝つ、まあ、試合勝って鼻を曲げてもらう、これ最高なんで、まあ、本当になんだろう、最高の試合したいです。もう俺だけは鼻だけ曲げてやろうかなと思ってます。逆に鼻ぶっ壊してやろうと思ってるんで、俺みたいな鼻に逆に、まあ、楽しみにしててください。イメージも聞けたんですが、瀬戸さん、あのイメージですか、印象も合わせて伺っていいですか。はい、まあ、パンチがめちゃくちゃうまいし、もちろんそれもキックがうまいし、すごいバランスいいですね。あとめちゃくちゃイケメンなんで、ライズで言ったら俺の次にイケメンぐらいかなって思うんで、あ、こう笑うとこです、皆さん大丈夫ですか。はい、っていう感じですかね。はい、すいません、ありがとうございます。続いて第6試合です。ジャキ選手からお願いします。1回やってて、で、まあ、その時よりかは AI でやってて、まあ、強なってると思うんでめっちゃ楽しみです。宮城選手はいかがでしょうか。はい、そうですね、まあ、3、4年前に一度対戦して、まあ、負けていまして、でも、まあ、レベルアップした自分を、明日見せたいと思うので、しっかり倒したいと思います。非常にバチバチな印象イメージというところになりましたが、さあその他ご質問などはありますでしょうか。よろしいでしょうか。ありがとうございます。それでは各選手からファンの皆さんに最後にメッセージをお願いいたしたいと思います。では靴田選手お願いします。明日は打ち合ってくれるらしいんで、じゃあ面白い試合できると思うんで、僕と竹内選手で面白い試合盛り上げるんで、ライズフェザー級ちょっと盛り上がってないなと思うんで、僕が盛り上げるんで、フェザー級、ライズのフェザー級、明日の試合しっかり見といてください。お願いします。竹内健一選手お願いします。そうですね、草田選手すごい明日来てくれるみたいなんで、すごい試合は楽しみです。4試合目、2人で最高な試合見せたいと思ってます。あとそうですね、僕もライズのフェザー級狙ってるんで、もう本当ここ一発目しっかり見せたいと思ってます。あと、いつも練習一緒にしてる生徒さんにつなげたいと思います。お願いします。続いて藤井選手お願いします。はい、明日は、しっかり、まあ、曲がったお花を整形してあげようと思ってるんで、僕が勝ってあっても試合後清藤選手のお顔にもしっかり注目しておいてあげてください。応援お願いします。清藤選手お願いします。毎回僕の花は顔はボコボコになってるんで、別に安心したけどそうなると思うんで、楽しい試合するだけです。あと、まあ、僕がこの年になって、まあ、ライズのリングに呼んでください、試合ができるのは呼んでくださるライズさん、また、僕を面倒見てくれるトレーナー、そして応援に来てくださる、皆さんがあってのものだと思うので、まあ、その感謝の気持ちを込めて、まあ、いい試合をしてやはり次につなげていきたいなと思ってますので、よろしくお願いします。ジャキ選手お願いします。自分の試合に外れないんで、まあ、一番盛り上がると思うんで注目してください。よろしくお願いします。宮城選手最後にお願いします。はい、明日の試合はメインイベントにも負けず、バッチバチの試合、70キロ走り戦いをしたいと思います。よろしくお願いします。楽しみな声が聞こえました。選手の皆さんありがとうございました。以上で第2部の記者会見を終了いたします。続いて第3部の記者会見を取り行いますので、開始まで今しばらくお待ちください。明日の午後5時半から試合が始まります。ライズ164前日記者会見をお送りしています。ここからは第3部の記者会見です。それでは登壇している選手から明日への意気込みを伺っていきたいと思います。まずは第7試合クンスックノーイ選手からお願いいたします。ก็รู้สึกดีใจครับ
ที่ได้มาชกที่ประเทศญี่ปุ่นครับก็ผมจะทำให้เต็มที่ครับはい日本で試合できてとても嬉しいです明日は頑張ります応援お願いします対戦相手の田丸選手をお願いいたしますはい明日はチャンピオンになっての一発目の試合でもありますし、初めての国際戦なんで、自分自身すごいワクワクしてて、すごい一発目の試合行って、大切だと思うし見られると思うんでいい勝ち方して、いい勝ち方したいと思いますありがとうございますさあ続いてセミファイナル第8試合ですまずはマンコーン選手からお願いします。明日への意気込みです。ก็สวัสดีครับ。ก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาชกรายการรายนี้ก็ผู้ชกก็อันดับ5ของโลกของ King Boxing ยังไม่แพ้ใครมา15ไฟพรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะล้มเขาเองครับはい、皆さんこんにちは、日本で試合できてとっても嬉しいです、対戦相手に関しては、最近15試合ぐらい負けたい方らしいので明日僕が勝ちます倒します15ファイの次16ファイト目で負けます応援お願いしますはい、まさに今話がありました15連勝中という大崎選手お願いします大石ジムの大崎和樹です。明日は新年一発目なんで、しっかり、KO で勝って、で、世界のベルトも狙ってるんで、そこに向けてのいいアピールをしようと思ってるので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問がある方は媒体名、お名前に続きましてご質問をお願いいたします。お願いします、大崎選手と田村選手に質問です今日改めて慶応の時から対戦相手を見てですね、顔つきとか体つきとか、を見てですね、それで今日得た印象というのを聞かせていただけますかそれでは、田村選手からお願いいたしますはい、なんか想像してたよりも思ったよりはちっちゃかったなっていうのとすごいいい子そうだなっていうのぐらいです身長は同じ163センチということになりますさあ続いて大崎選手お願いしますそうですね試合映像見た感じでパンチ とローキックとかでガンガン前に来る選手で今日見た時も体も大きいなと思ったので明日すごいいい試合ができそうだなと思いました、はい続けてタイ人のお二人にお聞きしたいんですけども明日は通常のムエタイルールじゃなくてライズルールでの戦いになりますけどもその辺のあれですか練習とか対策というのも十分積まれていますかまずはクンスクノイ選手から伺いますพรุ่งนี้ก็ไม่ได้ต่อยกติกามวยไทยที่เราถนัดแต่ต่อยกติกาคิกบ็อกซิ่งแต่ว่าผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับก็รู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับก็จะชนะด้วยแข้งซ้ายของเราเนี่ยนะครับก็เตะอย่างเดียวครับพรุ่งนี้はい明日の試合は自分の得意なムエタイルールではなくキックボクシングルールだったので自分の武器を生かすには変わらないです自分の得意な左ミドルキックを生かしていきます、はい、続いてマンコン選手お願いしますก็กติกาคิงบ็อกซิ่งก็ไม่ได้ใช้แค่ศอกกับจะพอแทงเขาก็เราก็ถนัดเตะขาต่อยหมัดอยู่แล้วก็ยืนแลกกันกลางเวทีนะครับ
コムカップ。はい、キックボクシングルールに関しては肘打ちなし、首相撲なしだったらしいので、まあ、自分のスタイルとしては変わりはないと。自分のスタイルはパンチとローキックなので、まあ、全然問題ないです。明日は勝ちます。ありがとうございます。その他ご質問はありますでしょうか。お願いいたします。ゴンガクガクマコウです。ムアンコン選手とクンスクノーイ選手にお聞きしたいんですけども、リングネームの意味を教えてください。それではクンスクノーイ選手からお願いいたします。リングネームの意味ですか。ความหมายของชื่อก็อาจารย์ตั้งให้ตั้งแต่เด็กแล้วครับก็ความหมายว่าก็น่าจะเผด็จศึกคู่ชกได้ครับ自分のリングネームは幼い頃の師匠がつけてくれたらしくて、意味は相手を一瞬で倒すっていう意味です。ワンコン選手は、ก็ความหมายของชื่อมังกรลูกพี่มนตั้งให้ก็มังกรก็ต้องผงาดและยิ่งใหญ่ครับ名前の意味は自分の先輩であるマンコンっていう選手がいて、その選手がつけてくれました。理由、マンコンっていうのは理由っていう意味で、まあ理由のように大きくなれとっていう意味です。引き続きお二人にお聞きしたいんですけども、今回対戦する相手がライズのチャンピオンということで、まあ、ライズのこの階級で一番強い選手、そういう相手と戦うことに関してどう思ってました。クンスクノイ選手から、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 クンスクノイ選手自分の対戦相手はここのチャンピオンだったじゃないですか。今回勝ったら自分にも何ベルトを取れるチャンスをいただければなと。はい。ワンコン選手はいかがでしょうか。ก็คู่ชกก็เป็นอันดับ5ของคิงบ็อกซิ่งเป็นแชมป์ในรุ่น53กิโลในไลท์ก็ถ้าฝ่ายไปนี้ได้ก็อยากชิงแชมป์เหมือนกันครับはい、さっきの選手と同じのように、まあ、今回の相手もチャンピオンで、まあ、何、53キロのチャンピオンライスです。はい、で、今回勝ったらタイトルマッチもしたいです。ライスのベルトも欲しいです。田丸選手と大崎選手、今のコメントを受けて、チャンピオンとしてどんな勝ち方が今回、ふさわしいかと思っているかをお聞かせください。あと勝ったらタイトルマッチというふうに言ってますけど、それについてもコメントしてください。田丸選手からお願いします。そうですね、まあ、相手がどう思ってるかっていうのはあんまり関係ないかなって思ってるんで、まだ自分がやりたいことやってしっかり結果出してって感じですね。で、勝ったらタイトルマッチって言ってるけど、負けることないんで大丈夫です。大崎選手はいかがでしょうか。そうですね。僕もまあベルト取ってから、まあ、毎回まあ、チャンピオンとして試合をしてるんで、まあ、負けたら。ライズのチャンピオンとしての価値が下がると思ってて、なんで毎回ベルトをかけるつもりで試合をしてて、でここまで勝ってきてるんで、まあ、今回もそこは変わらないですね。なんで普通にいつも通りやって勝つっていう、ただそれだけですね。ありがとうございます。その他ご質問もありますでしょうか。
それでは最後に各選手から明日の一戦に向けて意気込み、ファンの皆さんへのメッセージを伺いたいと思います。はい、ではクンスクの一選手からお願いします。แฟนมวยชาวญี่ปุ่นแล้วก็แฟนมวยชาวไทยครับช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้ดีที่สุดครับจะทำให้เต็มที่ครับ日本にいるファンの皆さん、タイにいるファンの皆さん、明日僕を応援してください。お願いします。田村選手お願いします。はい、明日は、まあ、今年一発目の試合ということで、しかもチャンピオンとして新しくチャンピオンになってからもう一発目の試合なんで、自分自身もとても初めてのことばっかりでワクワクしてて、前回の試合と同じようにしっかりと試合を楽しんで、そしたら結果がついてくると思ってるんで、頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。それではマーコン選手お願いします。ก็ฝากแฟนมวยชาวญี่ปุ่นและชาวไทยตรงไหนเชียร์ให้มังกรนะครับมังกรเจ้าจะชนะกับไทยแลนด์ให้ได้ครับ日本にいるファンの皆さん、タイにいるファンの皆さん、明日僕に力ください。必ず勝って勝利をタイに持って帰ります。応援お願いします。ありがとうございます。大崎選手お願いします。明日の試合は相手のスタイル的にもすごい噛み合う試合になると思うんで、まあ、バチバチに打ち合って僕が倒すので楽しみにしていてください。明日は応援よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。ライズのベルトを持った2人が、まあ、その一心をかけて戦う一戦ということになります。選手の皆さんどうもありがとうございました。以上で第3部の記者会見を終了いたします。続いて最後になります第4部の記者会見を取り行いますので、開始まで今しばらくお待ちください。皆様お待たせいたしました。それではこれよりライズ164前日記者会見最後となります第4部の記者会見を行います。まずはメインイベントスーパーフェザー級タイトルマッチとなりますので、各選手にタイトルマッチ調印書にサインをいただきます。それでは日立選手から。現在7連勝中、まあ、引き分けを挟むと8連勝中でチャンピオンに挑むという日立ヒューマ選手。いよいよその頂が見えてきました。続いてチャンピオンです。チャンヒョンリー選手、サインをお願いいたします。コロナ禍で止まっていましたが、去年カズマ選手そして中村寛選手を倒しました。今お二人によるサインをいただきました。調印書にサインをいただきました。さあ、それではまずライズ伊藤代表よりこの大会につきましてコメントをいただきたいと思います。お願いします。はい、選手の皆さんお疲れ様です。まあ、数日間非常に寒くて調整も大変だったと思うんですけども、皆さん一発パス良かったです。まあ、明日はですね、新春、まあ、20周年、まあ、今年一発目の大会にふさわしいマッチメイクできたと思います。まあ、全9試合18人でですね、その大会盛り上げていきたいと思っております。またこの特にこのタイトルマッチなんですけども、まあ、このこれぞタイトルマッチという試合をしてもらいたいと思っております。私自身この2人の戦いを予想したんですけども、まあ、なかなか予想ができなくて、前半なら日立、後半ならチャンヒョンなのかなとか、勢いなら日立、安定でチャンヒョンなのかなとかいろいろ考えましたけども、私自身非常にこのタイトルマッチ楽しみにしております。明日はね、素晴らしい試合を期待しておりますので、お楽しみいただけたらと思っております。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。タイトルマッチですから3分5ラウンド、一体どんなドラマが待っているのか、
さあ今のコメントも受けまして、まずは明日の意気込み伺いたいと思います。日立選手からお願いします。ターゲット渋谷の日立ひゆまです。今伊藤代表が言ってくれたように、明日は多分予想がつかないような、みんな予想してこうどっちが倒れるんだろうとか、どっちが強いんだろうっていうのを、本当に楽しみに予想しながら待っててほしいです。自分自身も本当に、自分が想像したこのイメージを自分のこの手で実現するのが本当に楽しみで、明日それを、実行して絶対に勝って、チャンピオンになりたいと思います。応援よろしくお願いします。さあ続いてチャンヒョンリー選手お願いします。안녕하세요. 라온 라이즈의 슈퍼패드급 챔피언 이찬영입니다. 내일 시합에 대해서는 아까 말씀하신 것처럼 초반에 히타치 유마 선수가 강력하게 나올 것 같고요. 그거에 대해 대비해서 저는 이제 후반 라운드도 히타치 유마 선수가 겪어보지 못했었던 5라운드가 얼마나 힘든지 제가 챔피언으로서 보여주도록 하겠습니다. こんにちは、ラウンジム の,、スーパーフェザー級の、チャンヨンリーです。で、明日の試合に関してなんですけれども、伊藤会長がおっしゃった通り、勝敗のところは日立選手が少し強いかなとは思うんですけれども、それに向かって後半にも5ラウンドがどれだけ大変なものなのかっていうことをちゃんと見せてやりたいと思うので、楽しみにしてください。ありがとうございます。それでは質疑応答に移りたいと思います。ご質問がある方は媒体名お名前に続きましてご質問お願いします。スポーツライターの瀬と言いますけども、ご登壇されている、チャンピオンと挑戦者にお聞きしたいと思います。まず挑戦者の日立選手に改めて今初めてタイトルマッチを迎える心境というのはいかがですか。まあ、心境は楽しみですね。でもいつもと変わんないです。いつもの試合前と同じように、いつも通りしっかりと仕上げてきたんで、そこはタイトルマッチだからっていう、まあ、気持ちはなくはないですけど、でもそこはなんていうんですかね、あんまり気負いすぎずに、いつも通り の気持ちでメンタルを持ってきてるんで、まあ、その中で、まあ、勝ってそのタイトルマッチっていう中なんで、まあ、そこタイトルマッチに対しては、まあ、いつもの試合と変わらないようにと思ってます、はい。続いてチャンピオンのチャン・ヒョン・リー選手に質問なんですけども、まあ2023年の一発目の試合もタイトルマッチになりましたけども、改めてチャンピオンとしてやっぱ追われるもののプレッシャーというのは絶えず感じていらっしゃいますか。당연히 챔피언으로서 이제 도전자에게 맞선 도전을 받는다는 것 자체가 압박은 있지만, 새해 첫 타이틀 매치인 만큼 저도 굉장히 도전하는 마음으로서 되게 즐겁게 준비했습니다. チャンピオンとしてやっぱり挑戦されるっていうプレッシャーはあります。しかしやっぱり年少、まあ、初めての試合タイトルマッチになるので、自分からも自分にとっても挑戦する気持ちで、まあ、楽しい気持ちを持って準備していたので、もうすごく楽しみにしています。どうぞ。お二人に続けて質問です。先ほど井戸代表もちょっと触れてましたけども、最近日本かなり強い寒波が襲来して、今日も多分明日も寒いと思うんですけども、この寒波って部分ではこの調整に影響した部分ってありましたか、減量なんかで。いや、寒波もう寒いなと思ったんですけど、特に影響はなかったですね、まあ、いつも通り、はい。
家の中はあったかくしてましたし、はい、風呂もあったかいんでは動けばあったまったんで全然そこは問題なかったです。体調も崩されてもちろんないですよね。あ、もう体調もバッチリです。減量も、調整も今まで一番うまくいったんで、明日は多分いい動きができるのかなと思います。チャンヒョンリー選手も聞きますか。はい、어한국은지금굉장히춥습니다한일본에왔을때굉장히따뜻하다고생각했고요날씨는전혀관계가없을것같습니다한국이ものすごく寒いので日本に着いた時にすごく暖かいなと思いました。なので明日の試合に与える影響とかは全くないかなと思います。ありがとうございます。その他ご質問はいかがでしょうか。お願いします。チャンヒョン選手をお聞きしたいんですけども、先ほどの5ラウンドがどれだけ苦しいか教えてやるというふうにおっしゃってましたけども、それは5ラウンドたっぷり使って相手を痛めつけるような試合をするってことですか。히타치 우마 선수가 KO 승리가굉장히많은데요그만큼긴라운드를소화한경험이없다고생각합니다그래서이번시합이5라운드인만큼긴시합이힘든싸움이될수있다는것을보여주고싶습니다相手の方日立選手が最近、直近の試合を見てたらかなり KO 価値が多かったと思います。っていうのは、つまり、長いラウンドを消化した経験が少ないっていうふうに理解しているの でその長いラウンドの試合がどれだけ大変なものなのかっていうのがお見せできるかなと思いました。今のを聞いて日立選手いかがでしょう。確かに5ラウンドっていうのは初めてなんで、そこは未知の領域なんですけど、別に5ラウンドを戦う準備もしてきたんで、別に5ラウンドになっても問題ないですし、その前に早い段階で、倒す練習をしてきたんで、5ラウンドいかないんじゃないかなと思います。今通訳が、はい、落ち着いてからもう一度質問を、はい、チャンヒョン選手お聞きしたいんですけども、その強いパンチを持っている日立選手と真正面からこう打ち合って勝つという気持ちでいますか。あ、ちょっと日立馬選手は굉장히スピードも빠르고펀치력도있다는거 알고있고저도그거에대해서준비했기때문에저도그에맞서서내일 어떤재미있는시합이펼쳐질지보여드리도록하겠습니다日立選手がスピードもすごくスピード力もかなり持っているし、パンチ力もすごく持っている選手だと思っているので、それに向かって楽しい試合ができるかなと思っているので、明日はもうとにかく自分自身も楽しみにしている試合として参加させていただきたいと思います、はい、ありがとうございます。その他ご質問はありますでしょうか。お願いいたします。チャンピオンに伺いたいんですけれども、チャンピオンの強さってやっぱ後半になってのなんか巻き返す強さっていうイメージがちょっと私すごくあるんですけれども、追い込まれた時こうなぜこう逆襲ができるのかちょっと理由を知りたいんですけれども。まさにここ最近でいうとチャンヒョンリー選手は逆転勝ちというのが多いので、そのあたりの理由です。理由は전략적으로비밀이긴합니다전략적으로비밀이긴한데
あ、ヒビチです。상대방을오히려공격하게만들려고합니다저는戦略的秘密です。シークレットとしてさせていただきたいんですけれども、まあ、相手にお答えするのであれば、相手に攻撃してくる、相手が攻撃してくるようにさせるっていうのが、まあ、あるかなと思います。気持ちとしてはどうなんですか？その秘密なのは分かるんですけれども、気持ちはどうなんですか？초조해하지않는게가장중요한것같습니다또아세라나이노가가장중요하다고생각합니다감사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 합いうアドバイスですはい、お前ならいけるよって言ってもらってますね。それはかなりの後押しになりますか？やはりそうですね。いつも多分チャン・ヒョンリン選手とスタイルも似てるんで、打ち合う練習であればめちゃめちゃやってるんで、打ち合う展開になっても負けるつもりはないですし、どんな展開になっても、圧倒して勝てるように練習してきました。ありがとうございます。その他ご質問もよろしいでしょうか？それでは両選手から最後にファンの皆様へメッセージをお願いしたいと思います。では日立選手お願いします。明日は、チャン・ヒョンリン選手もめちゃめちゃ楽しみにしているということで、同じ気持ちだなと思って嬉しかったです。本当に自分も楽しみなんで、明日は最高の、倒し合いが、バチバチの殴り合いができると思うんで、その中で自分の強さをしっかり見せて、勝ってベルトを巻きたいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。続いてチャン・ヒョンリー選手お願いします。지금굉장히겨울이라서추운데요제가시합장에서모두를뜨겁게만들어드리도록하겠습니다最近ものすごく寒いんですけれども、明日競技場で、まあ、後楽園ホールで皆様を熱くさせるつもりですので、みんな楽しみにしてください。熱くさせます。はい、コリアンデビルが牙を剥くか、ターゲット渋谷に初のベルトが来るかという大事な一戦、新年一発目というライズです。どうぞ皆様お楽しみください。以上をもちまして、ライズ164の前日記者会見を終了させていただきます。明日は午後5時会場です。午後5時半試合開始となります。当日券が午後4時から後楽園ホール1階チケットカウンターで S 席6500円と小中高生シート2000円を販売いたします。まだチケットをご購入されていないという方は、ぜひともお早めにお買い求めください。また当日会場にお越しいただけないというお客様は、アベマで生中継が無料放送されますので、どうぞそちらもご覧ください。明日ライズ164熱戦をどうぞご期待ください。本日はお忙しい中、取材並びにご視聴ありがとうございました。